韓国と日本の学生さんたちの勉強の時間をちょっと比較してみますと、韓国では朝もう6時からですね、もう勉強するという人も聞いたことがありますし、日曜日なんか韓国の図書館に行きますと、もうほとんど学生さんでいっぱいです。日本は図書館に行けば年配の方々が普通ですけれども、まあそれだけ見ても勉強に対する熱意は韓国はものすごいです。ということは、それだけしても経済状態が悪い場合はなかなか就職するのが難しいとか、そういう問題があります。そして同時に語学においてはやはり集中的に勉強する、継続こそが力なり、毎日少しずつでもいいですが3年5年と続けることが一番大事だと思います。まあ、韓国では就職するためにはまあ英語、それから中国語、そして日本語とか、そういう語学を2カ国語習得することが重要だと大体言われてます。したがって勉強する量がもう圧倒的に日本の方よりも多いと思います。そして語学を身につけるためには毎日やるということです。まあ例えば日本では語学学校に1週間に1回というのが普通ですけれども、韓国では1週間に3回勉強するのが大体普通です。中国などではもう毎日勉強するという、そういうふうに言われてます。だから中国人が非常に語学が今上手だと言われてますが、それは毎日徹底的に勉強しているからだと思います。で、韓国人もまあ毎日一生懸命やる人は日本語なんかでもものの 2,3 年で日本語を上手に喋る人もおります。で、日本の学生さんの場合は韓国語は訳したりすることは韓国語は簡単なんですけれども、韓国語を喋るという点においては発音が難しいので、最初例えば1年2年3年間ぐらいは大変苦労すると思います。だけども4年5年と毎日やっておれば、韓国語は日本語よりも優しいという人が多いですね。だから、トータルで見ると韓国人が日本語を勉強する場合、基礎的なことは非常に早いですが、本を読んだりする場合は日本語は漢字の音読みと訓読みがありますから、もう難しい。だから日本語はもう一番難しいというふうに言います韓国人は。ところが日本の方は韓国語を一生懸命勉強すればするほど、あ、これはできそうだと、やれる、そういうふうな気になって楽しく勉強する人がこの頃は増えておりますね。